梅野、大炎上。梅野をメインにした時点で優勝は完全になくなったしな、残り試合は肩の力を抜いて眺めることになる。伊藤も今シーズンはオープン戦から梅野と組まされたのが運の尽きだったな、あれでピッチングがおかしくなったわ、門別も梅野と組まされて壊れたしな、梅野はチームにとって疫病神や。岩貞、青柳、秋山、梶谷や梅野、ノイジー、ミエセスは首でええな。他にももっといらんやついるけど、あまりにも多すぎて選手がいなくなるからここら辺で止めておかないと。梅野と中川入れ替えとか思い切ってほしいけど絶対ないからな。いつも夏ロードはそんなに悪くなかったのにな。去年優勝決まってから梅野、坂本以外の星試さなかった理由って何なんやろな。あそこで試さないならいつ試すんや。もう梅野同行の問題やないで、来年から新監督が栄やら中川やらを正捕手にしたとして、何の実績もないのにいきなり通用すると思うか。下手したら梅野以上の惨状になるで、この状況でもまだ他の捕手育成しようと千岡田が異常なんよ。梅野は坂本より勝てる捕手言われとったけど、坂本落ちてから梅野がずっとスタメンマスクで結構負けとるわ。